闇落ち。あなたは闇落ちという言葉を聞いたことがありますでしょうか。闇落ちとは正義を信条として生きていた登場人物がある出来事をきっかけに悪の立場に変化すること。というわけで今回は呪術廻戦からゲートをすぐる、進撃の巨人からエレン、鬼滅の刃からはアカザ、僕のヒーローアカデミアからはダビ、東京リベンジャーズからは佐野万次郎の5人を闇落ちとして紹介したいと思います。ということで今回は最強の闇落ちキャラクター5人を紹介したいと思います。また各作品のネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。呪術界の最強戦力である五条悟と高専時代では親友だったゲートを優る。日本に4人しかいない特級呪術師の一人なんですけども、一般人を大量に殺害したので高専を追放、そしてついた異名が最悪の呪詛師。そんなゲートの見た目はというと、挑発をオールバックにまとめた美青年。またかつては存在しなかったんですけども、再登場した時には額に継ぎはぎがあります。そんなゲートを優るは、強い者が弱い者を守るべきだと考える優しい人物。呪術は非術師を守るためにある。その考えは第65話の発言より判明しています。しかし優しいゲトスグが闇落ちしてしまうんです。その闇落ちとは非術師を皆殺しにして術師だけの世界を作るというものです。ではなぜゲトは闇落ちしてしまったのか。それは2006年の星漿体護衛任務で術師のあるべき姿について思い悩み、つくもゆきと出会ったことで非術師を皆殺しにすれば平和になると気づき、そして後輩の灰原優が亡くなったことで術師を続けることに嫌気がさしたからなんです。まずは闇落ちのきっかけとなる星漿体護衛任務について見ていきます。星漿体とはですね、術界の均衡を保つ上で重要な存在。というのもですね、不死の術式を持ち術界の要人である天元は500年に一度星漿体と同化して器を入れ替えてるんですけども、もし天元と星漿体の同化が失敗すれば、天元は人ならざる者に進化し世界が破滅する危険性があるんです。そんな星漿体に選ばれたのが天内理子。そしてその星漿体のことを心よく思わないのが宗教団体万世教です。この万世教は星漿体である天内理子を抹殺しようとしています。そんな万世教の依頼を受けたのが伏黒杜氏なんです。そして第72話のラストでは伏黒杜氏が天内の頭を銃で撃ち抜き、天内理子は死亡。呪術も使えねえ、俺みたいな猿に負けたってこと。そう、星漿体護衛任務は伏黒杜氏のせいで失敗に終わったんです。つまり術師が星漿体を守ることで世界の秩序を守ろうとしてるんですけども、非術師である宗教団体万世教と伏黒杜氏に邪魔されたんです。皆は知らない呪霊の味、払う、取り込む、誰のために。そして星漿体護衛任務を終えて非術師の醜さを知ったゲートを優るは、非術師の存在価値について疑問を持つようになるんです。猿め。そして第76話でゲトは非術師に対してブチ切れて猿と口汚く罵る。しかしこの時のゲトを優るは自分の中の信念が揺らいでいる状態。では非術師に対する考え方が完全に変わったのはいつか。それは次にお話しするつくもゆきと出会った時です。第77話でつくもが呪霊が生まれる仕組みについて解説するんですけども、全人類が術師になれば呪いは生まれない。このつくもの発言に対しゲートスグルはまさかの回答、非術師を皆殺しにすればいいんじゃないですか。呪霊が生まれる仕組みを聞いたゲートは、非術師を皆殺しにすれば平和になるという恐ろしい考えを思いつくんです。術師というマラソンゲーム、その果てにあるのが術師の屍の山だとしたら、その後後輩ハイバリューが死んだことがダメ押しとなり、ゲートスグルは闇落ち。そして闇落ちしたゲートは一般人100名以上を殺害。このように星漿体護衛任務で術師として非術師を守ることに悩んだゲトウスグルは、つくもゆきと出会うことで非術師を全員殺せば呪霊が発生しないことを知り、後輩ハイバリューが亡くなったことが決定だで、術師だけのユートピアを想像し始めるんです。術師だけの世界を作るんだ。そして第78話では新宿に現れたゲトウが家入りにですね、その野望をひけらかします。では術師だけの世界を作るためにゲトウは何をしたのか。取った行動は2つあり、宗教団体を乗っ取ってお金と呪いを集める。2つ目に百鬼夜行を画策する。私に従え猿ども。まず第78話ではゲトウは宗教団体を乗っ取ります。そうすることでですね、お金と呪いを集めようとしたんですね。そんなゲトウの術式といえば呪霊操術ですよね。呪霊操術で降伏した呪霊を取り込んで自在に操ることが可能なんですけども、なのでですね、宗教団体を隠れ蓑にして呪いを集めていました。そして次に呪霊操術を最大限に生かすために行動したのが百鬼夜行です。百鬼夜行とは呪霊によるテロを起こして新宿と京都をカオスに陥れるというものです。ゼロ巻の第3話にて、来たる12月24日日没と同時に我々は百鬼夜行を行う。しかしこの宣言は完全にブラフ。というのもですね、呪術高専や呪術連とやり合っても勝てないことを知っているゲトウスグル、本当の狙いはですね、おこせたを殺して特級カジョン寮オリモトリカを手に入れる。特級カジョン寮オリモトリカは変幻自在で底なしの呪力を持つ存在であり、取り付いているおこつさえ無力化すればリカを呪霊操術で操れるとゲトウは確信。この強力なオリモトリカを手に入れるためにゲトウは高専に忍び込みたかったんです。なので攪乱するために新宿と京都を呪術テロで恐怖に
に陥れたんです。しかしですね、覚醒したオッコスユタにゲートスグルは敗北、そして親友の五条悟にとどめを刺されてゲートスグルは死にました。このように闇落ちたゲトは非術師を皆殺しにしようとし、そのために百鬼夜行を行いながら俺もトリカを手に入れるために母校に攻撃を仕掛けたんです。しかしその後もゲトはたびたび登場してますよね。ではこのゲトの正体は誰なのか。それが賢者君。かつてカモノリとし、今はゲトスグルの肉体に宿っている術師だ。第145話、天元の発言により偽物のゲトの正体が判明。では賢者君はなぜゲトの体を乗っ取ったのか。それはゲトが持つ呪霊素術を使うのが目的だったんです。そもそも星晶体の同化に失敗した天元は独自の進化を遂げていました。その進化とは呪霊に近い存在になるというもの。進化を果たした今の私は蘇生としては人間より呪霊に近い。私は呪霊素術の対象だ。そう、賢者は呪霊操術で呪霊に近い存在となった天元を操ろうとしていた。なので呪霊操術を使えるゲトの肉体を乗っ取ったんです。まとめるとこんな感じです。術師は非術師を守るべきだともともと考えていた。星晶体護衛任務で非術師の醜さを見てその信念が揺らぐ。つくもと出会ってから非術師を皆殺しにすれば呪霊がなくなることに気づく。後輩のハイバリューがなくなったことで術師というマラソンゲームに嫌気がさす。そして闇落ちして一般人を大量虐殺。さらに宗教団体を乗っ取りお金と呪いを集め、百鬼夜行では新宿と京都で呪術テロを発生。その後乙骨と特急ガジョン寮織本トリカを手に入れるため呪術高専を襲撃。最後は親友の五条に殺され死亡という感じです。闇落ちて術師だけの世界を作ろうとしていたゲトウですが、その野望は志仲間で打ち砕かれました。母カルラ・イエーガーを殺されたことから巨人を憎むようになったエレン・イエーガー。駆逐してやる、この世から一匹残らず。そんなエレンの見た目はというと少年らしさが残る美青年。しかし成長とともに不老者のような見た目をしていることも。そしてエレンは巨人のことを憎んでるんですけども、巨人の駆逐よりも仲間の救出を優先させるぐらい仲間思いなんです。第4話のトロストク防衛戦にてエレンはですね、自分を犠牲にしてアルミンのことを救出しています。この戦いでは動くことができず巨人に食べられてしまうアルミン。なあアルミン、お前が教えてくれたから俺は外の世界に。この時エレンはですね、子供の頃にアルミンと語った外の世界を探検するという夢を思い出します。ですがその夢を叶えることよりもアルミンを救出することを優先。そしてアルミンの代わりにエレンは巨人の胃の中に。このようにエレンはですね、自分の夢よりも仲間の命を優先させるぐらい仲間思いだったんです。しかしそんなエレンが闇落ちして幼馴染であるアルミンやミカサだけではなく全人類を虐殺しようとするんです。というのもですね、調査兵団の前から姿を消したエレンは地ならしを発動させようとしていました。第123話ではエレンたちの住むパラディ島から敵がいるマーレ大陸まで調査兵団が移動。しかしその夜に調査兵団の重要人物であるエレンが突如失踪。俺はお前のなんだ。このエレンの発言を聞いたミカサは恥ずかしがって家族と答え、その次の日エレンは調査兵団の前から姿を消し去ったんです。そしてですね、調査兵団の前から姿を消したエレンは地ならしを発動させる準備を始めます。地ならしとは始祖の巨人の力を持つエレンが王家の巨人ジークと接触することで全ての巨人に動けと命令できること。この命令された巨人は歩くことで世界を真っ平にします。言ってしまえば地ならしはパラディ島にとって切り札のようなものだったんです。壁の巨人はこの島の外にある全ての地表を踏み鳴らす。そこにある命をこの世から駆逐するまで。そして第123話のラストでエレンは地ならしを発動させ全人類の駆逐を始めるんです。ではエレンは本当に闇落ちてミカサたちを殺そうとしたのか。それは違います。というのも世界を救うために悪者を演じることでミカサに自分を殺してもらおうとしたんです。そんなエレンは進撃の巨人の能力で未来を見ることが可能なんですけども、第90話のエレンがヒストリアの手にキスする場面では未来に何が起こるか全て知ってしまったエレン。その未来とは自分が悪者を演じてミカサに殺されるというものだったんです。なのでエレンは闇落ちして全人類を虐殺しようとする演技をしたんです。結局ですね、第138話でエレンはミカサに殺されましたよね。そして最終第139話ではエレンを討ち取った者としてアルミンが名乗ります。すると争いは一時的に収まりました。そう、エレンが闇落ちして犠牲になることで一時的に平和が訪れたんです。このようにですね、エレンは闇落ちて全人類を駆逐しようとしたんですけども、それはですね、ミカサたちを救うための演技だったんです。まとめると、調査兵団の前からエレンが姿を消す。闇落ちたエレンは地ならしを発動してミカサたちを含めた全人類を虐殺しようとする。その真意は嫌われ者になってミカサに殺されることで世界の平和を守るため。闇落ちて全人類を駆逐しようとしたエレンなんですが、それはミカサたちを救いたいという優しさゆえの決断だったんです。
東京卍会の村長であり無敵のマイキーの意味を持つ佐野万次郎。そんなマイキーの外見はというと小柄な美青年。まだ髪型はよく変わるんですがハーフアップでまとめていることが多いです。そんなマイキーを一言で表すと仲間思い。例えば第50話では血のハロウィンが勃発すると東京卍会の創設メンバーでもあるバズケスケがなんと裏切り、ハンマ修司や羽宮和田のいるバルハラに着いたんです。一番大隊長バズケスケは本日をもって当番の敵だ。しかしマイキーはバジを敵とは思えなかった。俺はダシとは戦えねえ。東京卍会を裏切ったとはいえ仲間思いなマイキーはバジとどうしても戦えなかったんです。そんなマイキーが闇落ちしてしまう原因といえば黒い衝動。黒い衝動とは心の拠り所である人物が亡くなることでマイキーの中の善悪の判断がつかなくなること。そう、黒い衝動に襲われたマイキーは犯罪行為に手を染めてしまうんです。ではそんなマイキーの心の拠り所となっていた人物とは誰なのか。それが兄佐野慎一郎、バジケイスケ、妹の佐野エマ、そしてこの3人に加え第224話で亡くなったドラケンこと竜宮事件が当てはまります。ではここからですね、3つのポイントからマイキーの闇落ちについて見ていきます。まずはクリスマス決戦後の現代についてです。クリスマス決戦後のマイキーが芝大将を乗したことで10代目ブラックドラゴンは東京卍会に敗北。そして直後の集会では黒幕の木崎哲太を当番から追放することにも成功。しかし直後に現代に戻った竹道は驚愕の光景を目の当たりにします。それは元当番幹部が全員死んでいる事実。東京卍会主要メンバーは全員殺されました。松野千冬射殺、竜宮事件惨殺、現在一連の殺人の容疑者として指名手配されているのが佐野万次郎です。木崎哲太を追放したにもかかわらず2018年の現代はありえないものとなっていたんです。なぜか、そうマイキーが全員殺していたんです。次に関東事変後の現代についてです。2006年2月22日関東事変に勝利した東京卍会は解散。また天竺総長黒川愛沙と黒幕の木崎哲太が死んだことで現代の運命は大きく書き換わります。そう、2018年ではヒナを含めて千冬、八海、ドラケン、パーチン、三ツ矢、ペイアン、カズトラとトーマンのみんなは生きていたんです。みんな幸せだったんです。ただ一人を除いては、それが佐野万次郎。そう、マイキーは日本最大の犯罪組織梵天の首領となっていたんです。そして迎えた第201話、マイキーを探す竹道の前に現れると、いい未来だろう、今度は僕が君を救う番です。そう、マイキーは竹道を射殺。そしてマイキーは完全に黒い衝動に染まっていたんです。最後に最終章について、第207話から描かれた2008年の最終章では3点違いが描かれ、マイキーは3点の一角関東卍会の総長でした。そして竜宮事件の死をきっかけに勃発した3点戦争、ブラフマン、ロークアルタンダイ、関東卍会がぶつかり合うも、戦争終盤についにマイキーが動くんです。黒く塗りつぶされる。マイキーは黒い衝動に支配されると学長を瞬殺し、ロークアルタンダイ総大テラノサウスとの一騎打ちでは同じ黒い衝動を持ちといえども付け入る隙を与えることなくサウスを瞬殺。ぐしゃ。さらに竹道の聖書を振り切ってサウスを撲殺してしまうんです。しかしここで止まらないのがマイキー。黒い衝動のマイキーは標的を竹道に切り替えると竹道の顔を原型がなくなるまでボコボコに叩きのめすんです。おそらくですね、千住が止めに入らなかったら間違いなく竹道は死んでいたでしょう。こうして竜宮事件の死が決定だとなり、マイキーの黒い衝動は完成し竹道を病院送りにしてしまったんです。まとめます。クリスマス決戦後の現代、関東事変後の現代、最終章にて佐野万次郎の闇落ちは描かれますが、その正体は黒い衝動。そして黒い衝動の原因となったのが佐野慎一郎、佐野エマ、バジケイスケ、そして決定打となった竜宮事件の死だったんです。ヒーロー殺しの意志は俺が全うする。ヒーローへの憎しみを前面に出すダビ。青色の炎を操る個性の持ち主であり、その威力は街一帯を焼き尽くしてしまうほど。そんなダビの正体とはエンデバーの長男にして轟翔との兄である轟東也。轟東也は死んだと思われてたんですけども、実はヴィランとして生きていたんです。そんなダビの見た目はというと、皮膚は焼けただれ、そして口から耳にかけては継ぎはぎで皮膚がつなぎ合わされています。この焼けとのような跡なんですけども、実はですね、個性が暴走し焼けとしたので残ってしまったんだと思われます。ではダビはなぜ闇落ちしたのか。その原因はダビの家庭環境。そもそもダビこと轟東也はエンデバーのオールマイトに対する嫉妬心から誕生しています。というのもエンデバーはオールマイトに続き万年ナンバー2のヒーローだったので、個性を掛け合わせて優秀な子供を作ってナンバーワンのヒーローにしたかった。その結婚相手に選んだのが氷の個性を持つ日村玲、そして生まれてきたのが轟東也です。では最強の個性を掛け合わせて生まれてきた轟東也はなぜナンバーワンヒーローになれなかったのでしょうか。それは体質と個性があった
ってなかったからです。というのも東野の体質は炎に対する耐性がないので、自分の炎の個性を使うと体が焼けてしまうんです。そう、東野は個性を使うと火傷をしてしまうので、最強のヒーローになるのは無理だったんです。俺はもう超えたいって思ってるんだ。火をつけたのはお父さんだ。しかしそれでも東野の心の炎は熱く燃えたままだった。そんな東野を見た父エンデバーは、その夢を諦めさせるために残酷な選択をします。それは最強のヒーローになれうる新しい子供を作るというもの。そして生まれたのが弟トドロキショート。そんなショートは父エンデバーの思い通りに炎と氷の個性を自由に操れます。では東野は父エンデバーの思い通りにヒーローになるのを諦めたのか。そんなことはないんです。そう、家族には内緒で個性の訓練を一人続けていたんです。俺を作ってよかったって思うから。そして第302話ではその個性の火力を見せつけるために父エンデバーを瀬古と竹に呼び寄せます。しかし父エンデバーは現れなかった。そして東野は一人で個性を発動し、なんと山火事を起こす。それはですね、とてつもない火事だったので東野はそこで亡くなったと思われていたんです。しかし炎に弱い東野がその火事を生き延びるんです。そしてダビと名乗るヴィランとして闇落ちし、最悪の再会を果たす。さあ一緒に落ちよう、トドロキエンジン、こっちで俺と踊ろうぜ。第290話ではエンデバーと再会したダビはこのように挑発。またダビは自分の過去を話すことで父エンデバーの闇を世間にさらけ出し復讐することに成功。そう、トドロキ東野は父エンデバーに対する憎しみから闇落ちてダビになったんです。まとめると、父エンデバーが個性婚をする、失敗作としてトドロキ東野が生まれる、成功作として弟ショートが生まれる。自分を見てもらうために東野は個性の訓練を続けるも、東野は山火事を起こして死んだことになる。その後父エンデバーに復讐するためにダビと名乗るヴィランになる。みんなで東野を止めに行こう。第302話のショートの発言より、トドロキ家の誰かが最終的にはとどめを刺すのは間違いないと思われますが、トドロキ家が一致団結して東野を止める熱い展開になると思われます。闇落ちしたダビがどんな最後を迎えるのか今後は見逃せません。十二鬼月の一人にして上限の3を務める赤座。強者との戦闘を好む武闘派で、何人もの柱をその手で葬ってきました。そんな赤座の見た目はというと、細身で筋肉質な体格、武闘派らしい軽装で、全身には藍色の入れ墨模様が入っています。ではなぜ赤座は闇落ちして鬼になったのか。それは大切な人を守れなかった自責の念から鬼になったんです。第154話では、義勇と炭治郎が協力し赤座と戦闘。その後赤座が人間時代のことを思い出します。赤座が人間だった頃の名は白磁。白磁は少年時代、病気の父と暮らしていましたが、薬を買うお金がなく盗みを働いては何度も捕まり、その都度罪人の入れ墨を腕に施されていました。しかし運命は残酷です。息子を犯罪に至らせた後悔とその責任を感じて父が自殺してしまったんです。真っ当に生きろ、まだやり直せる。父のために盗みを重ねてきたはずが、自分の盗みが理由で死んでしまったんです。悲しみと後悔に暮れる白磁でしたが、慶三という男との出会いが全てを変えていきます。父の死後ですね、所払いの刑で流された地で荒れ狂っていた白磁は、通りがかった慶三に殴りかかるも返り討ちにされてしまい、道場に連れて行かれるんです。目を覚ました白磁は慶三から病弱な娘の小雪を紹介させられ、こう伝えられます。生活費を稼ぐために家を空けがちな自分の代わりに娘を看病してくれないかと頼まれるんです。白磁は寝たきりの小雪を見て病弱だった父と重なり、小雪の看病と慶三の稽古を繰り返す毎日を送っていくんです。そして月日は流れ、白磁が18歳になった頃には小雪の体調はすっかり安定していたんです。そして白磁は慶三に呼び出され、こう伝えられます。この道場を継いでくれないか。小雪もお前のことを好きだと言ってるし。残忍である自分に自信が持てていなかった白磁は、慶三の言葉を聞いてやり直せるかもしれないと期待が膨らみ、二人を命を懸けても守りたいと誓うんです。そしてある日、初めて会った時の約束として、白磁は小雪と花火を見に行くんです。本当に俺でいいんですか。小雪はこう返すんです。白磁さんは私の未来が見えていた。私と夫婦になってくださいますか。小雪の言葉に白磁は誓うんです。赤座が誰よりも強さを求めていた理由、それは赤座は鬼となって記憶を失っても無意識に小雪との約束を果たそうとしていたからなんです。しかし幸せは唐突に終わりを告げます。父の墓に結婚の報告をした帰りのことでした。小雪と慶三が待っているはずの家に帰ると、見知らぬ男が駆け寄りこう話すんです。誰かが井戸に毒を入れた。隣接する道場から嫌がらせを受け、井戸に毒を盛られその水を飲んでしまったんです。白磁は父に続き、またしても自分がそばにいない時に大切な人を失ってしまうんです。
その後復讐とばかりに毒を入れた道場の人間を全員撲殺し、直後に無惨と出会い、白磁は赤座という鬼になったんです。ではそんな赤座は闇落ちから救われたのでしょうか。それは自分の過ちに気づいて小雪と再会できたので救われたと言えます。100年以上無意味な殺戮を繰り返し、なんとまあ惨めで滑稽でつまらない話だ。第155話のラストで自分の人生をこのように振り返る赤座、しかし鬼舞辻無惨から血をむなって鬼になっているので、その意思に反して体は勝手に再生しようとする。白磁さんありがとう、もう十分です。しかし小雪のこの発言を聞いた赤座は大切なことを思い出します。すると体は再生せず勝手に崩壊、このように闇落ちし、たくさんの人を殺した赤座ですが、最終的には赤座は大切なことに気づくことができたんです。それは愛する人との約束を守れなかったという後悔。まとめると、盗みを繰り返し生きながらいようとするも父が自殺、小雪と出会って改心し一生守ると約束、そして小雪が毒殺され守れなかった後悔から闇落ちして鬼になる。その後大勢の人をたくさん殺すも、無限城にて炭治郎に首を落とされた後は自分の過ちに気づけ小雪と再会するんです。という感じで解説してきたんですけども、皆さんは闇落ちキャラクターについてどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。